武竹氏は武を氏の名とするト来人形の氏族。王神天皇の時代に、九だよりト来したと伝わる王人氏の子孫とされる、河内の文氏系列の氏族の一つで、元の姿勢は、馬氏である。河内の文氏は、河内国古市軍を本拠地とし、現在の羽びのしくらのうちにある、まだにの地名は、この氏の居住と関係があるものと思われる。新戦聖四六。 左京書主げるには、竹フスクネ氏は、文宿根うぞ、ワニマゴアロウ古首の後なりとある。彼らが根拠地とした河内国古市軍は6世紀中頃からの大和王権にとって交通、運輸、倉庫の要所であり、それらの実務ではトライ系氏族が活躍していた。文氏は、蘇我氏の領土下にあり、倉氏は、文氏の下で倉の管理を担当し、馬氏は、 西国からの高能物をあすかに陸送する役目を果たしていた。俗に本気によると、岩礁天皇の霊紀二年六月、聖七条の馬氏、今馬が白木の竹五尺五寸の紫の表馬二匹を献上したとあり、左右馬津の馬部の踏み押しであったことが伺われる。その後、天平商法九歳に藤原不士との意味名を避けて、姿勢が党に変更されたとあり、 馬所も、馬塔と名乗るようになる。天平神後元年9月、河内国古市軍の聖7位ゲバ登維人と、右京の神馬、登る中主ゲらが、厚み連の姿勢を授けられている。同年12月に、右京人、15位ゲ東国人、河内国古市軍聖6位上馬、登るマスヒトラ塔、4人に聖を、武不連と、玉物布とあるのが、武不死の初出である。その後、 現れる氏族はすべて武富氏であり、上述の厚見氏は武富氏の傍流であったことが推測される。一族の中で著名な人物は、後期3年9月に、牧会氏の一番福らの総牧会客氏となった武富連長守がおり、この時の後悔は失敗に終わり、彼は再度、総一番福氏となり、後期4年10月、牧会より帰還している。天皇元年4月、 取り守るは、聖六以上から、外十五一下に少女している。このほか、西林寺文英中期に引用する、神語慶雲二年帳によると、小聖人竹尾次長の名前が記されており、また、食期によると、神語慶雲四年三月の聖徳天皇の、由吉宮行行には、藤井氏、仙氏、辻氏、文氏、倉氏のほか、竹府氏の男女を含めて二百三十人が歌書きに、 奉仕しており、天皇は、褒美として、勝負に先断、面五十トンを授けた、とある。延暦三年には、摂津職士星小八くらい、下竹雄連佐彦が白いツバメを蜜ぎのぼした、とあり、同七年二月には、部位で、官務天皇の皇太子、あて新郎の乳母である竹雄連博らに、十五石下を授けた、とある。同十年に、 左大姿勢6以上文の忌みの意味器さ弟と張り、ま、正面、正八以上竹尾連心章の相乗により、文の忌みの意味器、竹フレは揃って、スクネいを賜物組みされている。ありがとうございます。